カリフォルニア大学ロサンゼルス校。カリフォルニア大学ロサンゼルス校は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにある、総合修立大学である。1919年に設置された、10の大学からなる、カリフォルニア大学システム、UC システムの一校で、バークレー校、サンフランシスコ校に次ぐ歴史を持ち、カリフォルニア州の大学で、学生数が、 最も多い州立大学。大学の略称は、UCRA。2018年時点で、13人のノーベル賞、受賞者を輩出し、ザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキング等で常に、上位に位置する米国を代表する、世界的教育、研究機関である。US ニュース＆ワールドレポートのベストカレッジ2019では、公立大学として1位、ザ・タイムズ、 ハイアーエデュケーション世界大学ランキング2019では世界17位にランクインし、米国内の公立大学としてはカリフォルニア大学バークレー校に次ぐ第2位。また、1969年10月29日にキャンパス内で行われたアーペネット上でのデータ、送信実はインターネットが誕生した瞬間とされ、有志あるいはインターネット誕生の地とされている。 5つの学部、スクールと7つの専門大学院、プロフェッショナルスクールから構成され、4万人を超える学生が在籍している。230人以上のオリンピックメダリストを輩出し、NCAA、全米大学スポーツ連合で過去113回優勝を獲得するなど、世界的に活躍するアスリートも多く輩出している。コーは、フィアトラックス、そこに光あれ、 レッド・ゼア・ビー・イー・ライトカリフォルニア州ロサンゼルス市にある419エーカーのキャンパスには163もの建物があり、100以上の専攻を持つ。学部課程への出願数は2003年以来、例年全米最多であり、2017年には出願者数が10万人を突破し、史上最多の出願数となった。 2018年度秋学期には113,748人が出願、16,020人が合格し、合格率は 14.1%% と、公立大学としては最も低い合格率となった。また合格者のうち6,037人が入学し、合格者に対する入学率は37%となった。また、有志アレイは、名門公立大学の集まりである。 パブリック IB の一行である。また、教授、卒業生、大学関係者から13人のノーベル賞受賞者を輩出しており、ファイナンスのシャープレシオで有名なウィリアム・フォーサイス・シャープも卒業生の一人である。カリフォルニア大学ロサンゼルス校以下、UCRA とするの期限は1881年3月に南部カリフォルニア地域における教員要請を目的として、 カリフォルニア州議会によって設立されたカリフォルニアステートノーマルスクールの分校に遡る。1882年8月にザ・ステートノーマルスクールアットロスアンゼルスとして正式に開校し、教員の研修を目的とした小学校が付属する南部カリフォルニア地域での中心的な教育機関となる。1887年にはロスアンゼルスステートノーマル スクールと解消され、施設規模、学生数ともにより、規模の大きなものとなる。1914年に、ハリウッド地区、バーモント通りに、全施設が移設され、教育施設、教育内容充実のために、南部カリフォルニア州選出の議会代表員の、請願を経て、1919年5月、カリフォルニア大学南部分校として2年生の、教養課程を有した。 大学校へと昇格した。同校は同年の9月に開校し、初年度には1500人の学生が同校の教養課程へ入学した。1925年には100人の女子学生、25人の男子学生に文学志望が授与され、同校初の学士が誕生した。1927年に文校から大学へと格上げされ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校。 ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・アッロス・アンジェルスへと、改称される。1951年に、アットが緩和に置き換えられ、現在の公名、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、ロス・アンジェルスとなる。同年、改称とともに、現在の大学所在地、ウェスト・ウッドに400エーカーの土地を州政府が購入、パウエル・ライブラリーや、ロイス・ホール等の施設が建設され、 大学としての初整備が行われる。1929年に新たなキャンパスでの授業が開始され、5500人が学部生として入学する。1933年には卒業生、所属教授、事務関係者、地域関係者からの強い要請に交応する形で、修士課程が設置され修士号授与許可が下り、36年にはバークレー校の反対を押し切る形で、 博士課程を設置、博士号の授業を始めるものの、以前のカリフォルニア大学の一文校としてのイメージが、世間には色濃く残っており、大学当局はそうしたイメージを払拭すべく、1951年に独自に学長を置きバーグレー校から完全に独立した大学運営を確立しようとする。バーグレー校は、有志あるいの独立した大学運営を心よく思わず、 大学当局の対立は激化する。しかし1960年に学長に選出されたフランクリン・マーフィーの解明的な運営改革が功を、そうし、バークレー校からは完全に独立した大学運営を確立することに成功する。ユーシアレが現在のウェストウッドの地に移設された際には4つの施設しか存在しなかったが、 現在では419エーカーの敷地内に163の施設が存在する。キャンパスは、ロサンゼルス市の西部、ウェストウッド商業地区の北部、有名なサンセット大通りの南部に位置し、ブレントウッド、ビバリーヒルズ、ベルエアー等の高級住宅街に隣接する。移設時に建設された4施設は、地元の建築設計事務所アリソンアリソンによって設計され、 ロマネスク様式で統一されていた。1950年までに建設された施設は同様式で統一されていたが、建築設計事務所、設計者がウェルトン・ベケットに変わったことから、ミニマリズムがベースの建物がキャンパス拡張と共に多くなった。キャンパスは北部と南部に分かれていて、移設時に大学施設の中心であった北部キャンパスには、 ロマネスク様式の建物が多く存在し、人文科学、社会科学、芸術計画部、法科大学院、ビジネススクール関連施設が存在する。南部キャンパスは、生命科学、物理科学、数学、心理学部の施設、そして、UCRA メディカルセンターをはじめとする、健康科学関連施設が存在する。キャンパス内の施設が常に、改築や建設中の状態にあり、 学生館では、アンダーコンストライク・オールウェイズ、ユーシアレイ、いつも工事中と、揶揄されている。大学のキャンパス内には芝生、銅像庭園、噴水、博物館等が多く点在し、良質の学習、研究環境を提供している。その美しい景観から、観光名所として、世界各国からの訪問が多くあり、学生による観光客向けのキャンパスツアーも実施されている。 ハリウッドに近いという地理的理由から映画の撮影に使われることも多い。ユーシアレイのキャンパスで撮影された主な映画はエディンブロコビッチ、アメリカンパイにアダルト、スクール、キューティブロンド、ハーバードロースクールが舞台だが影場所はユーシアレイ等がある。韓国ドラマ、ラブストーリーインハーバードでもユーシアレイの施設が撮影に利用された。シアレイのカフェテリアは味。 種類の両面で、とても評価が高く、不評なことが多い大学のカフェテリアには珍しく、学生の満足度も高い。カフェテリアでは、世界各国の料理が楽しむことができ、様々な学生の要求に応えられるように、いろいろな工夫が施されている。一例として、菜食主義者、非菜食主義者どちらも満足のいく食事ができる、要菜食主義者用の食事と非菜食主義者の二種類が、 用意されている。また、昼食の際の広大なキャンパス間の移動の手間を省く、ため昼食用にセルフサービスでサンドイッチを作る、コーナーも用意されている。また、大学生協にあたるユーシアレイストアの2階には、津波という日本食、主に寿司と日本製のゲーム機を提供する一角が、また、リーバーホールの後方にある、小規模の売店、ヒルトップにも、 アボカド入り寿司や稲荷寿司が売られているなど、日本人にとって比較的住みやすい環境だと言えよう。UCRA には、学部課程に5つの学部、スクール、研究課程に7つの専門大学院がある。また、健康科学研究機関として、これら関係分野に4つの専門大学院が、付設されている。2008年現在、学部課程に2万5千人、研究課程。 大学院に1万千人の学生が在籍している。学部課程、研究課程に在籍する学生の大半が、下記の教養学部、ザ・カレッジ・オブレター・サンド・サイエンスに所属している。1923年に創設されて以来、有志アレイの中心的学部となっている。教養学部、ザ・カレッジ・オブレターズ・アンド・サイエンスには34の学科があり、 129の学部家庭専攻分野で900人の教授が教鞭をとっている。教養学部で提供されるプログラムは下記の5分野に大別される。有シアレイの図書館群には800万冊以上の蔵書があり、その蔵書数は全米中のすべての教育、研究機関中11位にランクされる。学内最古の図書館であるユニバーシティライブラリー、 通称パウエル図鑑は1884年に建設され、パウエル図書館の名前は1944年に図書館長に任命されたローレンス・パウエルにちなんで名付けられた。1973年に図書館長に任命されたページ・アッカーマンは UCRA 級の巨大図書館の館長に任命された全米発の女性となった。現在の図書館長は2003年8月に着任した。 ゲイリー・ストロング。有志あるいのシンボルであり、図書館群の中心的存在であるパウエル図書館は学生の勉強の場として幅広く利用されている。定期試験期間中には、開館時間が延長され、24時間の利用が可能である。試験期間中は学生が図書館に泊まり込み勉強する姿が多く見られる。法科大学院図書館とは異なり、 パウエル図書館への入館に際して特別な制限はない。深夜の入館、利用には ID、ブルーアンカードが必要。u c r e にはデイビッド・ゲフィン医科大学院、デイビッド・ゲファン・スクール・オブ・メディシンをはじめとする4つの健康科学分野の専門大学院が付設されている。各大学院ともに全米トップクラスの研究、教育実績を誇り、米国のみならず、 世界的な医療研究の拠点となっている。2005年にはカリフォルニア州政府によって u c r 以内に新たに幹細胞研究機関をおける5カ年計画が発表され、この分野でも世界的研究拠点になることが期待されている。主要な研究機関の一つであるカリフォルニアナノシステム研究所ザ・カラフォーニアナノシストムズ・インスティチュートは ナノテクノロジー分野での先駆的研究を目標として、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の協力のもと、共同設置された。UCRA メディカルセンターは、サンタモニカ市内とロサンゼルス市内に主要医療施設を、UC、ハーバー UCRA メディカルセンター、ハーバー、UCRA メディカルセンター、オリーブビュー UCRA メディカルセンター、c a メディカルセンター、そして、西海岸最大の非営利私立病院。 セダーズ災害メディカルセンターにて医療教育を行っている。1981年にユーシアレイのメディカルセンターの准教授、マイケル・ゴットリーブが世界で初めて、後にエイズと命名され世界中に知られることとなる症状を診断し世界にその名を轟かせた。ユーシアレイは PT スキャンによる脳機能研究でも先駆的研究機関として知られる。 2012年の US ニューズワールドレポート誌によるランキングベストハースピトルズ2012では u c レイメディカルセンターは西海岸で最良の医療研究機関とされジョンズホプキンス大学附属病院名誉クリニックなどに次ぐ全米第5位と高い評価を得ているカレッジスポーツ分野でのシアレイの活躍は学問分野における活躍と同様に目を乏しく 全米中で各チームが競合として知られる。UCRA のマスコットはブルーインズと呼ばれるクマでチームカラーはトゥルーブルーと呼ばれる青と金。このカラーは全カリフォルニア大学システムの大学に共通。パシフィック12カンファレンスに属する。UCRA 男子フットボールチームはパサデナ市内のローズボールを活動本拠地として有し、男子女子バスケットボールチーム。 バレーボールチーム、女子体操チームは、キャンパス内施設、ポーリーパビリオンを、活動拠点としている。その他にもユーアレイは、男子、女子クロスカントリー、サッカー、想定、ゴルフ、テニス、水球チームを有する。大学マスコットは熊、ブルーンズのョーとジョセフィーンで公式応援歌は、サンズ・オブ・ウェストウッド、マイテ・ブルーンズ、校歌は、ヘイル・ツー,ザー・ザ。 ヒリス・オブ・エストウッドとされている。公式応援歌であるマイテ・ブルーンズは1984年に発表され、同年の対スタンフォード戦より応援歌として使用されている。歌詞は卒業生、在校生より募集され、二人の在校生の詩が採用された。作曲はアカデミー音楽賞受賞者であるビル・コンティが担当し、戦術の対スタンフォード戦でのお披露目では、 コンテ自身が指揮した。戦術の通り、有志アレイの各チームは全国的競合として知られ、これまでの全米大学選手権での優勝数は127回に上る。この優勝数のうち NCAA、全米大学体育協会優勝数は114回で、この数はスタンフォード大学に次いで全米大学チーム中、第2位である。女子、水球チームが、 全米選手権において史上最多の11回の優勝を誇る2017年12月時点数ある u c レイ、スポーツチームの中でも男子バスケットチームの活躍は目覚ましく u c レイのカレッジスポーツを代表するチームといっても過言ではない u c レイのスポーツ史を振り返る際に忘れてはならない人物が u c レイバスケットボール音言時代を築き 20世紀最高の指導者と歌われたジョン・ウッテンコーチである。彼が UCRA で指導した13年間で、UCRA 男子バスケットボールチームは10回の全米優勝を飾り、うち1964年から1975年、66年、74年を除くまでの連続7回の優勝は伝説とまで言われている。また、1971から1974年には、 前人未踏の88回の連続優勝記録を打ち立て、UCRA 男子バスケットボールチームの名を不動のものとした。NBA 史上最高のセンターと言われ、マジック・ジョンソンと共に LA レーカーズ黄金期を築いたカリーム・アブドゥルジャバーは当時のチーム在籍者である。UCRA は1928年のアムステルダムオリンピック以来、 夏季オリンピックへは毎大会選手を送り続けており、参加した全オリンピックにてメダルを獲得している。2004年アテネオリンピックでは、全米で最多となる56人の選手を送り込み、合計19のメダルを獲得した。2008年夏季北京オリンピックへも少なくとも34人の、ユーシアレイ在籍生、卒業生が参加すると同行は公表している。またアレイの、 カレッジスポーツにおいて切っても切れない存在が、USC、南カリフォルニア大学とのライバル関係である。両校は、同じロサンゼルス市内、同じカンファレンスに属し、過去数々の名勝負を繰り広げてきた。NCAA での全米優勝回数ランキングにでも、2位の UCRA に次ぐ優勝回数を、USC は誇り、UCRA 最良のライバルとされる。このライバル関係は、 カレッジスポーツの枠を超えたオリンピック選手排出数でも見られ、メダル獲得数が UC アレイ213個、USC234 個と接戦を繰り広げる。2008年秋学期より1年生として UC アレイに入学する学生の平均荷重 GPA、ウェイテッド GPA は4.34、通常 GPA は4.00満点だが、 大学レベルの授業や優秀者選抜クラスの授業を取ることで4.00を超える GPA を取ることが可能。通常 GPA は3.85、4.00、満点。SAT、リーザニングの平均スコアは2001点、2400点満点。優秀アレイはプリンストンデビュー士及びバロンズ教育誌による入学難易度指標でモストセレクティブを与えられている。 2008年度秋学期への出願者数は55,397人に上り、1998年度以来全米中で出願者数は最多である。2008から9年度には12,579人に入学許可が下り、合格率は22.7%であった。入学者の9割以上を占めるカリフォルニア州民の合格率は22.1%。 他の米国の大学同様、編入学は盛んである。例年、有志アレイでは5400程度を編入学として用意している。2008年度秋学期には15231人が出願し、5455人に合格許可が下りた。合格率は35.82%で、合格者の平均 GPA は3.62となっている。 合格者の91%がカリフォルニア州内のコミュニティカレッジ出身者となっている。1年生入学と同様、例年出願者数は増加傾向にあり、2005から2008年度の間に出願者は1910人増加し、14.3%対2005年度比の増加となった。合格率も前年比で4.45%下がった。 2007年度合格率 40.27%2008 年度合格率35.82%州立大学であるため明確な入学優先順位が存在しカリフォルニア州民学生の入学が最優先となるそのため州外生外国籍学生の入学はカリフォルニア州民よりも厳しいものとなり必然的に カリフォルニア州民学生よりも高いテスト成績、GPA、課外活動歴等が必要となる。州外、外国籍学生は、カリフォルニア州民学生よりも高い GPA、平均合格 GPA よりも0.2から0.3程度高い GPA が必要とされる。編入学に関しても、大学側の公式見解としては、入学前の学校が、 カリフォルニア州内の高校、大学であり、学生が入学前に2年間以上カリフォルニア州に滞在していた場合、カリフォルニア州民と同様に審査が行われるとされ、入学審査の中での優先順位はないとされているが、実際には、州民優先の入学選考が行われていることは、一部英語関係者の発言や大学が公表している、編入生に関するデータから明らかである。 州立大学であるため、同校学生の大部分がカリフォルニア州民である。2001年から2005年の入学者統計では、平均して92.6%の学生がカリフォルニア州民となっている。しかし、多州出身者も多く在籍し、出身州は米国全50州にわたり、外国籍学生の出身国も世界100カ国に上る。 インスティチュート・オブ・インターナショナル・エデュケーションが発表した調査によると2007年度には4704人の外国籍学生が同校に在籍しておりこの数は全米第8位であったまた州立大学のため州民と州外生では学費が異なり州外生に求められる学費は年間約2万5000ドルなっている慢性的なカリフォルニア州財政悪化のため 年々学費は増加傾向にある。有志アレイの名物、伝統的な行事の一つにアンディラン、ウンジエランがある。これは1950年代に学生館で自然発生的に始まった行事で、期末テスト終了後、ストレス発散のために下着だけを身につけて叫びながら、キャンパス内を走り抜けるイベントである。ハリウッドに近いという地理的な要因から、 キャンパスに隣接するウェストウッドでは映画のプレミアム試写会が頻繁に行われる。レッドカーペットの上を歩くハリウッドスターたちを間近で見ることができることは UCRA 性の特典と言えよう。長年ライバル関係にある南カリフォルニア大学とのスポーツ試合は伝統の一戦に行っており、例年フットボールに限らずバスケット、野球、陸上などすべてのゲームで他校との試合以上の 森上狩りを見せる。期末試験後に、下着姿でキャンパスを駆け回る。うんじえらんというイベントが恒例として開催される。タイムズハイヤーエデュケーション、ザ世界大学ランキング2018。US ニュース世界大学ランキング2018。上海交通電気大学世界大学ランキング2018。QS 世界大学ランキング2018。U S ニュース大学学部家庭ランキング 2019US ニュース大学院ランキング2017から 2018UCRA のロサンゼルス市、地域に与える経済的影響は大きく、ロサンゼルス軍ではロサンゼルス軍エレイアスリ、ロサンゼルス公立学校連盟、連邦政府に次いで4番目に大きい雇用機関であり、地域規模では7番目に位置する。 2005年から2006年度には36億円の運営予算が給付され、うち17.4%がカリフォルニア州政府から支出されている。UCRA ブランドの衣服やアクセサリーは国外でも広く販売されており、人気を博している。これは UCRA の学問、スポーツ量分野での名声、そして自由や一年中を通して降り注ぐ日差しに、 代表されような南カリフォルニアのライフスタイルを強く、喚起するというのが理由とされる。日本では1970年代に UCRA ブームが起こり、UCRA のロゴの入ったトレーナーや T シャツなどの製品を見抜ける人が増えた。そのため、他のアメリカの大学に比べて、日本における UCRA の知名度が高まる結果となった。UCRA ブランド製品に対する高い人気は、 東アジアでのユーシアレイブランドストアの拡大につながり、1980年より15点のユーシアレイストアが韓国で43点が中国本土で営業している。メキシコ、シンガポール、ヨーロッパにも支店が回転しており、商標、ブランド管理部門のマネージャーであるシンディ・ホルムスの発表によると、ユーシアレイブランドへ、 海外から支払われるライセンス料は年間40万ドルに上るという。特に売り上げのほとんどは北東アジアで日本での有資アレイグッズの売り上げは有資アレイグッズの海外における売り上げの約25%に達する。前日の通り、有資アレは非常に国際色豊かな教育、研究機関であり、世界各国から留学生を受け入れている。また、 協定校プログラムを通して世界各国に学生を送り出しており、2005から6年度には1966名の同学学生が英国、フランス、スペイン、イタリア、中国など世界各国の大学で修学に励んでおり、その数は全米で第7位となっている。有志アレイは留学生数、海外留学派遣数ともに、 カリフォルニア大学システムの中で唯一全米トップ、10内に位置している。有志アレイ卒業生同士の進行、及び同学において習得した、知識、学問、経験を社会に還元し、日米関係、国際理解の一層の推進を目標として1975年11月14日に、堤直次、プリンスホテル副社長、当時らにより、有志アレイ、 日本同窓会は発足した。米国の特定の大学卒業生による同窓会としては有数の歴史を誇り、日米両社会における卒業生たちの活躍に支えられ、2005年には30周年を迎え、会員数が1200人を超えるなど発足当時の目標を達成することを念頭に活発に活動を続けている。同窓会目標は、 ユーシアレイで学んだすべての人たちの友情という意義な人間関係をさらに高め、持ってゆき、日本人として積極的に地域社会に尽くすとともに、国際理解の向上と日米の関係の発展に寄与するであ。歴代同窓会長、ジャパニーズ・スチューデント・アソシエーション・アット・ユーシアレイ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校日本人学生会は、 有志あるい在学中の日本人学生によって運営されている大学公認の非営利団体である。1981年に創立されて以来着実に会員数を増やし現在では新旧会員含め400人の学生、卒業生が登録されている。日本人学生会は日本というアイデンティティ、文化、言語を共有する生が集まり様々な交流を通じて 学生生活をより活性化させることを活動趣旨とし、例年、日本人学生間の交流、就職活動サポート、異文化交流、留学生活支援などを目的としたイベントを数多数開催している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。